バイオリニスト。本名は、英体有事。エルネストシエロレコーズを2013年に立ち上げ、代表であり、ミュージシャンとして活動している。東京医科歯科大学の医学部医学科を卒業、ドクターライセンスを持つ理系バイオリニスト。その音楽性から、変描詞の貴公子の異名を持ち、独自の音楽と世界観を切り開いている。岐阜県出身、身長170センチメートル。 血液型 A 型。1983年5月12日、愛知県名古屋市に生まれる。勤務医をしていた父親について、生まれて間もなく埼玉県内に引っ越すが、父親の開業に伴い、6歳からは岐阜県岐阜市で育つ。3歳からバイオリン、4歳からピアノを始めるが、中学生まではサッカー中心の生活を送るスポーツ少年だった。 愛知県内の進学校、滝高校に在学中の16歳の時、同級生が作曲した曲を聴き、自分にもできる気がして、ピアノに向かったところ、メロディーが自然と頭に浮かび、曲ができたことをきっかけに、作詞、作曲活動にのめり込む。高校3年生になる頃、音楽の道に進みたいことを初めて打ち明けるも、漠然と医者になればよいと思っていた母親に、猛反対される。 悩みに悩んだ末、東京の医学部に進学し、上京すれば、あとは、なんとかなるだろうと、受験勉強を開始、東京医科科大学医学部医学科に合格したのを、機に上京。以来、卒業まで音楽と学業の二重生活を送ることとなる。21歳の頃、当時住んでいた文京区湯島から近かったことから、東京芸術大学内のサークルの集まりに顔を、 出したのをきっかけに、幼い頃から親しんだバイオリンを用いて、クラシックにこだわらない自分の音楽を作ろうと決め、革命家で医師でもあった、エルネスト・チェゲバラにあやかり、ネスト・シエロというバンドを立ち上げ活動を開始した。またこの頃より、年上世代のサポートミュージシャンたちと知り合い、共演を重ねることで少しずつ音楽の幅を広げていった。20代半ばで、変拍子のオリジナル曲、 デビリッシュワルツオブ、エーソールを作曲したことによりその可能性に気づき、それ以降、自身の音楽の最大の個性として磨き続けている。2010年に大学を卒業、医師国家試験に合格し、ドクターライセンスを取得。研修医にはならず、音楽活動に専念することを選んだ。しかしその直後から、長年の二重生活の無理がたたり、腕に痺れを感じるようになり、 約3年間、演奏活動の休止を余儀なくされる。2013年6月9日、ファーストアルバム、デビリッシュワルツオブ、エイソウル2月26日の単語を、自主発売。同アルバムがインディペントレーベル大手のウルトラバイブの、目に留まったことにより2013年9月18日に、全国デビュー。変拍子の貴公子というニックネームが示す通り、5拍子を、 おもとした変拍子をふんだんに取り入れた楽曲を数多く発表している。また多くの曲で小説単位で表紙を変化させるというさらに高度なアレンジを行っている。これは表紙を3拍子、2拍子という最小単位に分解し、それをメロディーのニュアンスに合わせて自由に再構築するという独自のテクニックに基づいている。ライブ時の基本編成はバイオリン、ピアノ、 ギター、ベース、ドラムである。また近年はフラメンコのパルマを取り入れることも多い。これについて本人は上述したような表紙をサントニーに分割し再構築していく作曲手法がフラメンコのコンパスの考え方と非常に相性が良いためとしている。CD ではさらに尺八、アコーディオン、ホーンセクションなど様々な楽器を取り入れている。サードアルバム 俺のリベル単語情熱の子大陸では、名残行き、傘がない、僕が僕であるために、情熱大陸、リベルタンゴなどの有名曲を全て編拍子でカバーしている。現在までに3枚のオリジナルアルバム、1枚のカバーアルバムをリリースしている。ありがとうございます。